発ベンダーでの曲げ方と同じことにはなるんですけど、ちょっと応用編というか、それをもっと効率的というか楽な方法があって、どういうことかというと、しまうんですよ。お疲れ様です。僕は配管全然上手じゃなくて、まだまだなんですけど、今までに S 字の曲げ方とか、一発ベンダーでのノーマルの曲げ方とか、まあいろいろと配信してまして、現場で見ましたとかね、あれのおかげで助かりましたっていうね、まあ、本当かお世辞なんかわからないんですけど、たまにねそういう声をいただけます。ってことで、一発ベンダーでの曲げ方と同じことにはなるんですけど、ちょっと応用編というか、これ知っとけばちょっと速くなるというか楽な技があるので教えたいと思います。それはどういうことかというと、そもそも一発ベンダーの曲げ方がちょっとわからないよっていう人は、僕の前の過去の動画でナンボバックとかあるんですよ。そこを見てください。で、要するに配管をこう曲げると、で、例えばこれぐらいの長さが欲しい、そうしたらちょっと中途半端にしましょうか、812とかにしましょうか。812のノーマルが欲しかったら、前の僕のやり方では800、今出た数字が812でしたと、こっちが欲しい必要の812で、前のやり方やったらここから185バックですね。これだったら2回怪我かなあかんし、例えばもうそこをはしょって一発で怪我きたかったら、812-185したらこの寸法が出るんですけどね、624ぐらいなんかな。それをもっと効率的というか楽な方法があって、どういうことかというと、812やったな、先にもうバック分をスケールで出してしまうんですよ。ゴールはここですね、812で、185バックやから185ですね。これここをもう出しとくんですよね。ほんならこの812のとこに来る。理解できましたでしょうか。ちょっと難しいかな。いつもだったらここにこうスケールを持ってきて、まず812やった、812から185をわざわざバックしてたんですね。オーソドックスなやり方というか、問題はないんですけど、例えば間違えてこっちに185いっちゃうとか、まあそれは初めての人あるあるなんですけど、そんなんもあるから、もう鼻から185を出しちゃってください。で、812のとこに毛がいて、ちょっと曲げちゃいましょうか。まあこれはもう前やってるんで、ここに先端を引っ掛けて、で、あともう一つね、ちょっと余談になるんですけど、この配管にはね、丸一っていう文字が書いてるんですよ。まあ丸一であったりパナソニックとか、これをあまり見せてくれるなと、前言ったらこれが見てたら見栄えが悪いと、見えてた方が好きっていう人もおるんですけど、これはもう適当に曲げたんですけど、例えばノーマル曲げる前にね、考えてください。これを見せたくなかったら、こういう方向になるように曲げる、ほんなら後ろに隠れる。で、壁にこうつけるなら、丸一の文字がこっちに来るように、そしたらまあ見えないっていうことですね。812やな、だいたいちょうど、うん、はい、ってことです。余談になったんですけど、まあこれ今185バックっていうのは、このベンダーにもよりますし、その配管の硬さとかにもよるんで、そこは皆さん、これ僕ね、185って書いてるでしょ。だいたいこれね、みんな電気屋さん書いてると思います。なので現場で例えば応援に行くとか、他の人のベンダーを借りるときは、だいたい書いてくれてると思うので、まあ、その数値を従うか、で、まあ、薄光であればちょっと余裕持って長めにしとくとかいう風にやってみてください。ってことで、配管の曲げ方編という応用編ということで、配管にもね、いろいろあるんですよね。今使ったのが一発ベンダーというやつで、こっちがヒッキーというやつです。これは一発では曲がっていきません。これはね、こうちょっと曲げすぎた、こんなもん。このヒッキーは今やったように、これでノーマルを手動というんかな、作っていきます。
で、まあこれは感覚になるんですけど、こっちが一発ペンダーで曲げた方、こっちがヒッキーで曲げた方で、これをまあできたら同じ R にね、こうやって横並べたら同じ R にしてあげるとか、あとはこの何本もこう並んでいくときはね、逆にこいつは大きめに、さっき僕がクイ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 ってやってたのを15ぐらい幅を開けながらキュッキュッキュッって負けてたんですけど、それを20ずつとかにして大きな R にしてあげたりとか、僕もちょっとそんなに上手くないんですけど、そんなね上級編とかもあるので、まあ、結構配管ね難しいと思うんですけど、上達していったら面白いんで、さっきのね185のバックの技とかいろいろ使いながらぜひやってみてください。コツとかがあればね逆に教えてください。お願いします。最近はねちょっと僕ショート動画とかにもね力入れてまして、さらにバラエティ系っていうのが僕チャレンジ今までしてなかったんで、これからね大阪の吉本興業のお笑い芸人さんとちょっと協力してもらってて、お笑いショートコントとかも撮っていくので、これからも頑張るんで、チャンネル登録といいねと高評価、いいねと高評価一緒か、押してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。あいつ遅いな、何してんねん。いやすいません、何してんねんお前。すいません、ちょっと寝坊しました。出発の時間やぞ。すいません。運送のヘルメットないの？え、これ仕事用のヘルメットですけど。それ仕事用のヘルメットちゃうやろ。いやこれ仕事用ですよ。これこれいつもと違うやんけ。いやいつもと一緒ですよこれ。それ仕事用か。いや仕事用ですよこれ。お前今日何に来た？いやバイクですけど。バイク用やろ。いや違いますよこれ。絶対バイク用やんけ。違いますって、これほんまいつもやってるやつですって。絶対バイク用やんけ。いやうちの方が撮ってみせろやそれ。いやこれもう撮れないんすよ。なんでやよ。これもう全然撮れない。撮れるやろ。いやもう時間ないで急ぎましょう。なんでやよお前。いやもう絶対バイク用やろ。いや違いますって、もう時間ないですよ。行きましょう行きましょう。もうええわほな。お森本、はい、その VA に、はい、トイレ用コンセントって名前書いといて。トイレ用コンセント、うん、わかりました。またできたら教えて。はい。あ、かけました。おーい、はい。なんて書いてんねんお前。トイレ用コンセントです。読まれへんがなこんなもん。ちゃんと書けよ。すいません。今日の応援さん楽しみやな。どんな人やろな。あ、はじめまして、久勝電機からしました、久勝です。お願いします。ありがとう。自分ええ体してんな。ええ、ありがとうございます。なんかやってんの？ええ、野球やってました。ええ、身長してるやん。ありがとうございます。お1770ぐらいな。筋トレしてる？いや、してないですけど。おお、今日活躍してくれそうやわ。よろしく。よろしくお願いします。とりあえず、面白くしたいっす。元気やご。